こんにちは、トイズガオです。はい、エゴルドライバーで、一通り遊んでみたんですけどもね、ネットの方をね、いろいろ見てみますと、なんかね、不具合が多いらしくてね、皆さんご立腹でいらっしゃるという感じが受け取れますけどもね。まあ僕の場合はね、普通に扱っていれば認識がちゃんとされないみたいな、そんなことはないんですけども、ちょっとね、レジェンドミックスのボトル、この探偵 USB メモリと、ドクターゲーム、このフルボトルをですね、挿した時にスピーカーのね、音割れがすごくてですね、もう何が何だかわからない変身音になってしまうので、ちょっとね、これ聞いていただこうと思います。まずはね、ビルドドライバーで鳴らした時はどのようになるか聞いていただきたいと思います。はい、仮面ライダーダブルの変身音が鳴りますね。で、こちらをエボルドライバーで鳴らすとどのようになるか。はい、なんかザザザザ言ってますね、最後ら辺が。これもう何回やってもこれですね。はい、そしてこちらのドクターゲーム、こちらもちょっと聞いていただきたいと思います。まずはビルドドライバー。はい、エグゼイドの変身音が鳴ります。はい、そしてエボルドライバーで音を鳴らすとどのようになるか。はい、こちらもね、ザザザザってこうなっちゃいますね。はい、これも何回やってもこうなってしまうので、まあ僕はこれを不良品と断定しましたので、まあもう何回目ですかね、わかりませんが、いつものお客様相談センターに電話してみたいと思います。20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。すいません、バンダイさんの商品を買ったんですけども、はい、ちょっと不具合みたいな状態が起こりました。そうですね、ちょっと鳴らしてみたら、スピーカーの方がなんか音割れを起こしまして、はい、あ、両方あります。2429570です。
はい。はい、このセットだけだと音割れはしないんですけども、別売りのフルボトルをセットして鳴らすと、ある特定のものだけ音割れがする状態ですね。このやってみた限りでは、デラックスダブルのフルボトルですね。探偵と USB メモリのフルボトル。こちらをセットすると、音割れがして、変身音が鳴るときの最後のあたりですね。と、エグゼイドのフルボトルの、ドクターとゲームのフルボトルをセットして鳴らすと、また、同じように最後のあたりがザザザザってこう音割れがしちゃいますね。今これ鳴らして聞いてもらった方が早いと思うんですよ。ちょっと今じゃあやりますね。はい、この今最後のところですね。でこれがダブルの方 でエグゼイドの方が、はい、こんな感じですね。はい。はい、ということでね、電話しました。一応この電話越しにね、この鳴らしてね、聞いていただいたんでね、まあ一番わかりやすかったと思うんですけども。まあ最初ね、なんか、向こうのこちらで確認しますみたいな音をね、言ってましたけどね。こちらで確認されてもね、品物が違うんで、多分普通に音は鳴ると思うんですけどもね。この僕が持っているこれが問題あるんでね。とりあえず電話越しにね聞いていただきましたけども、まあ 2,3 日中にこの本体だけ、ベルト以外のね、ベルト以外のこの本体だけ代わりのものが来て、同じ箱にねこれと交換して、新しいものとこれ交換してね、入れてまた送り返してくださいと言われましたんで、とりあえずはねこれで遊んでみるような形となると思いますけどもね。まだ僕持っていないフルボトルがあるんで、生徒のフルボトルの方で持っていないものがあるんで、まあ一応ね、全部鳴らしてないですね。全部変身音鳴らしてないので、東と北斗のは全部入れては確認してないので、ちょっとこれからね、確認してみて、また別の不具合があると思いますので、それは、まあ、なんかメモ書きでも入れて、また送りたいと思います。まあ、一応このね、ドクターゲームと、探偵 USB メモリー、これを入れるとですね、変身音の最後のあたりで、音割れがザザザザッとすると、いうのをね、まあ、完全にこれ、不良品ということがね、
確定されましたので、ね、またバンダイさんがやってくれたなといった感じなんで、まあ、まあ、なんでしょうね。僕もそういうのが引いてしまう運命のもとにあるのかもしれないですね。これトイザラスで買ったんですけども、まあ、トイザラスに罪はないんですけどもね。まあ、バンダイさんにはね、いろいろと今まで違った意味でお世話になってますので、もう本当しっかりしてほしいです。まあ、これ以外の不具合もね、まあ、いろいろとあるみたいですけどもね。まあ、とりあえず交換してもらえるんで、新しいものが来たらね、改めてこれをね、確認してみたいと思います。一応この、レジェンドミックスだけで撮った動画があるんですけども、その動画がちょっと保留となってしまうのでね、また改めて新しいものが来てからやろうと思います。あとはね、鳴らしてないフルボトルがまだあったんで、ちょっとこれから確認してみたいと思います。はい、ということで以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。